私は今どこにいる。まさか、そんなところから。いや、待てよ。そうか。そいつは機械だが、メインコンピューターから独立してる。待てろ。今回線をつないでやる。 Three.
忘れんなよ。レイチェルはお前に愛想を尽かしたんだってこと。この船は最悪だ。こんなことなら自分で宇宙を泳いでいった方が安全ってもんだ。あなたの考えは分かってる。カークを殺せば私があなたの元に帰ると思ったのね。あなたが、みんなあなたがやったんだ。人間も捨てたもんじゃないよって言いたいけど、こんな状況じゃね。ようこそコギトエルゴスム号へ。この映像は管理状況の変更に伴い自動的に再生されています。この宇宙輸送船は新型 AI を用いた管理システム OD10 によって運行しておりましたが、非常事態発生のため AI をバックアップに切り替えて運行しております。船内における皆さんの活動には支障はありませんが、不明な点がありましたら乗員に遠慮なくお尋ねください。大丈夫だ。これくらいで死ぬほどやわじゃない。だがこの体で帰ったら地上勤務だな。
私を疑うか。まあ好きにするがいいさ。今となってはどちらでもな。昔でかい戦争があって私もまだ若かった。今でもはっきりと思い出す。あの恐怖は忘れられない。戦闘ロボットさ、ロボットというよりそいつの頭、つまり AI だ。血の通っていないものの手で仲間がたくさん死んだよ。人間が作ったものに人間が殺される。とことんバカな生き物だよ人間ってやつは。この船の AI もそんな人間に愛想が尽きたんだろうな。幸いお前はこの船で生まれた。兵器工場じゃなくてな。周囲はお前に学べと言った。それがお前がすべきことだ。誰かを傷つけるような真似はしちゃいけない。ロボットに説教か。私も焼きが回ったな。なんてことだ。ようやく気づいたよ。同じじゃないか。我々人間も。この船を降りる前にお前の入れたコーヒーが飲みたいな。この船を降りる前にお前の入れたコーヒーが飲みたいな。確かにこいつは苦いな。だが今はこの味が最高だな。